ここは小さな川の底。この子は一匹のオタマジャクシ。近頃気になる場所があるんです。これなんだか知ってます？ラムネ瓶。今日はこの中に入ってみよう、そう決めてやってきました。僕は最近ずいぶん上手に泳げるようになったんだ。だからきっと大丈夫。よーし。なんだ、外とあんまり変わらないな。向こう側が透けてぐにゃぐにゃしている。あれ、何かしら。それはガラスに映ったオタマジャクシの姿でした。この辺りでオタマジャクシはこの子だけ。自分の格好なんてそれまで気にしたこともありませんでした。あなた誰？小さな影が一つ、二つ、三つ、四つ。メダカです。ああ、そうか。これ、僕か。僕が映っているのね。その時です。それは突然訪れました。今度は大きな影。それが一瞬であたりを薄闇に変えたかと思うと、やがて何にも見えなくなりました。なんて大きさかしら。クジラです。いつの間にかオタマジャクシはラムネ瓶の外にいました。一体どういう仕掛けなの？あんな大きな生き物がこんな小さな瓶の中にいるなんて。ザリガニです。坊ちゃん、じっとしていてね。でないと上手に食べられない。一生懸命泳ぎます。逃げろ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 。どうやら追いかけてきてはいないみたいです。オタマジャクシはラムネ瓶の中で見たクジラのことを考えました。あれは一体何だったんだろうな。
自分の姿を見ていたら、大きな影が僕の影ごとあの生き物に変わってしまった。オタマジャクシは戻ることにしました。もしかしたら、とオタマジャクシは思います。あれは僕なんだ。僕はいずれあんな風になるんじゃないかな。もう大丈夫？どうもありがとう、坊ちゃん。どういたしまして。おばさん、ここらじゃ見かけない人だね。どっから来たの？この川のずっとずっと下流から、そのまたずっと先にある大きな大陸からお船に乗ってやってきたのよ。お船？水の上に浮かぶことのできるでっかい箱よ。その中には水が入らないようになっているの。乾いているのよ。ねえ、そこにはどんな生き物がいた？ここより大きなのがいた？そりゃあいろんな姿の方がいらっしゃいますよ。大きさは、そうねえ、大抵ここいらの方より大柄かしら。あのね、オタマジャクシはラムネ瓶の中での出来事を話しました。けれども、ザリガニはそんな生き物は私も見たことがないと言います。でもね、坊ちゃんのお仲間なら私見たことがございます。それはどこ？ここよりずっと下流。オタマジャクシはその場所へ行ってみることにしました。小さな小さな川の底、オタマジャクシは元来た道を戻ります。なんで戻るのかって、オタマジャクシは仲間に会えなかったのかしら。いいえ、オタマジャクシはちゃんと自分の仲間に会えたんです。この川のずっと下流で。けれどもそこはオタマジャクシが思っていたのとずいぶん違ってた。そこにはオタマジャクシにそっくりな子たちが住んでいました。でもその子たちのお父さんはギョロギョロ目玉にでっかい手、バタバタと騒がしく動く長い足、なんて奇妙なのかしら。オタマジャクシは思いました。遠慮することはないよ。もうずっとここにおいで。そう言うと、おじさんはオタマジャクシの頭を撫でてくれました。おじさんに頭を撫でてもらううちに、どういうわけだか、ここでみんなと大きくなるのも悪くないかなと思えてきます。だけど、でもね、なんか、なんでだろう。それじゃあ、あんまり僕がかわいそう。だからね、オタマジャクシはここに戻ってくることにしたんです。まあ、坊ちゃん、おかえり、おかえり。ただいま。あらららら、ちょっとちょっと、どうしたの？お仲間には会えなかったの？会えたよ。でももういいの。僕、もうずっとここにいるって決めたのよ。これからもよろしくね、おばさん。へえ、こちらこそ。また会えて嬉しいわ、カエルの坊ちゃん。